じゃあ行きましょう。行きましょう。じゃあ持ち上げてきます。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。背もたれに体重をお願いします。はい、行きます。せーの、1、2、3、よいしょ。では出発していきましょう。はい、お願いします。行ってきます。行ってきます。行ったけど誰もいませんでした。 We will go. Here we go. Here we go. じゃあ本日もゆくま担当します。よろしくお願いします。久しぶりです。久しぶりですね。すごく。というかお仕事いつぶりですか？お仕事は1ヶ月ぶりぐらい。そうですよ。人力車久しぶりです。そうですよ、ね、そうだからちょっと一発目撮影って結構緊張しますね。そうですよね。すごく綺麗にメイクもしてくれてます。あ、本当ですか、はい、最近メイク変えたんですよ。ちょっとキャットアイみたいな感じです。目尻上げてますね。あ、そうですそうです。かわいい。それアイライン上げて、アイラインいいですよね。あと最近カラコン入れてるんですよ。あ、本当だ。かわいい。目がキラキラで、うん、目キラキラ。ちょっとやっぱり黒目大きく見えますよね。はい、お目目パッチリで。あれですよ、めっちゃ撮影だからじゃないですかね。はい、はい、そうです。違います。そんなことはないです。普段から気合いがちいいですね。普段から大丈夫です。はい、キラキラで行きましょう。キラキラ、ゆかちゃんです。久しぶりですね。はい。いや、僕も、はい、そうです。久しぶりです。ゆかちゃんにも久しぶりです。乗るのも久しぶりです。あ、本当ですか、はい、あんまり最近は来られてなかったですか？2週間前かな。全然お久しぶりじゃないじゃないですか。では、ちょっと。動画なので自己紹介から、はい、あ、自己紹介さっきしましたね。しましょう。まあでもしましょう。はい、本日担当させていただきます秋元ゆかと言います。ゆかちゃんでお願いします。はい、ゆかちゃんです。あいむゆか、イエイ。よろしくお願いしま す, しします。じゃあバックします。はい、前回は誰に乗られたんですか？みさちゃんですね。あー、みさちゃんに、はい、いいですね。まだ早朝なので人が、そう、静かですね。はい、だいぶ少ないですね。まだこっから今日は3連休の真ん中なのでね、はい、だいぶ人が来るんじゃないでしょうか。そうです、たくさん来ると思います。しかも天気がいいです。そうですね、やっぱりお天気大事ですもんね。はい、Today is clear blue です。クリアブルー、クリアブルーですか？はい、快晴ってことらしいです。調べてきました。すごい、なんか英語はやっぱり It's a fine day today. 合ってるかどうか分かりますか？あ、もう大事です。英語喋ろうっていうあれが。そうです、練習しよう。もうちょっとでね、桜もこっちも咲いてくる。そうですね、もう少しで咲きそうですけど、まだちょっとね。まだちょっとつぼみですね。はい、ここからサウザンドチェリーブロッサムトゥリー。チェリーブロッサムトゥリーって言ってました。みさちゃんに教えちゃう。桜って日本だけなんですかね？いや、アメリカにも ありますよね。 あるんですか？はい、へー、有名なワシントンの桜とか、ね、歴史で習いました。そうなんですね。なんか日本っぽい感じしちゃいます。あ、でもちょっと違うみたいですよね。あ、そうなんだ。やっぱりなんかあるじゃないですか、わからもデザインみたいな、うんうんうん、ありますよ、ね、桜ってやっぱなんかイメージが強くて。ゆかちゃんは朝から元気です。嬉しいです。どうなんだろう、ちょっと気になりますけど。いや、素晴らしいです。いや、本当にこんな快晴で、はい、夏みたいだから朝から来ました。もうそうですよね。寒天が、旅行に行ってましたよね。旅行ですか？あ、千葉にいませんでした。いすみ鉄道の写真上がってましたよ。え、ゆかちゃんの中だと。私ですか？じゃないかな、違う？いや、行ってないです、行ってないです。あ、じゃあたまたまなんですよ。僕、地元の電車の写真は上がって、ゆかちゃんかなと思ったんですけど、違う。いや、いすみ鉄道は行ってないですね。行ってないって。え、いすみ鉄道？いや、多分行ってないです。じゃあたまたま間違えたんですか？インスタに上がってたんですね。いすみ市ってどこでしたっけ？あ、小湊から来る電車も、真ん中走るローカル線があるんですけど、はい、はい、そういう、あ、海の方ですか？海と海をね、行くんですね。内房と外房行くやつ。緑と黄色の電車があるんです。いや、私じゃないです、それ絶対。違います。旅行は行ってなかったです。旅行行ってないです。え、じゃあ お仕事です。お仕事、なんかお仕事もしてましたけど、はい、まあ、いろいろ
してました。答えられない、多分ね、秘密、シークレットの。いや、シークレットではないですけど、はい、まあ、いろんなことしてましたね。あ、そうなんです、はい、近況が全然わからなくて、1ヶ月ぶりぐらいにお会いした。そうですね、もうお仕事自体も1ヶ月ぶりなので、かなり久しぶりですよね。確かに今日1回目のファーストライドです。ファーストライド、はい、でもこれ、あの編集で、はい、あれするから、あ、何本かに分けます。3連休の真ん中でとかさっき言っちゃったんですけど、はい、大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。3連休の真ん中なのは間違いない。まあ確かに間違いないですね、はい、ちょっとあの編集の時に、あれ今日ってそうだっけみたいな。大丈夫です。何日前の動画だみたいな感じで。大体1ヶ月ぐらい後なんですよね、上がるのが。じゃあもうこの頃にはまだゴールデンウィークではないです。そうですね、頑張ってあげます。お願いします。すごい、桜がちょっと、はい、ありがとうございます。桜がちょっと咲いてます ね、ちょっと咲き出しましたね。すごい、春の訪れを感じます。感じます。春はスプリング、スプリングカムヒア。そうです、スプリングイズカムヒア。春が来ました。近くに、いいですね、こうやって、はい、なんか東京ってやっぱビルとかでわーってなってる、はい、じゃないですか、はい、そういうところにこういうなんか自然を感じられるとパッてなります。そうね、そうですよ、やっぱ田舎者だからかな。そんなに田舎者ではないです。でもすごい、あ、ちゃんと自然あるって。そうですね、楽しくなっちゃいます。すごい、あそこも絶対綺麗ですよ。どこです？右のところ。あ、本当だ、スカイツリーと撮ったら絶対綺麗です。本当だ、ちょっと奥でね、見づらいでしょうけど、はい、スカイツリー。え、ちょっと後でぜひぜひ写真を、はい、後でちょっと写真をフォローで撮りに行きます。スカイツリーを真ん中に、はい、桜を、影の見るとあのカメラ持ってくればよかったな。あ、それ思いますよね、うん、まあ、なかなかお仕事中はあれなんですけどね、はい、どこに行くにしてもカメラが、あ、ここカメラあったらよかったってありますね、なっちゃいます。あるあるですね、写真撮ったりする人の、はい、すごい。今日は質問コーナーにもね。あ、そうですね、先ほどお話ししたんですけど、はい、皆さんに、ファンの皆さんにいただいた質問を後で、安全な場所でね、泊まってから答えていただきます。たくさん、はい、たくさん来てました。嬉しいです。なんかあっという間ですね。そうです。今日の目的地は今戸神社。あ、そうなんです、今戸神社で答えていただく。かなりあっという間に、もうすぐ町屋場所で、はい、今戸神社を設定されてますか？あ、はい、今戸神社、この間あれですよね、ゆかちゃん今戸神社、ジャパンエクスプローラーさんと上がってましたよ。そうだそうだ、行きました、行きました。ですよね、最近見ました。なんか、降りてやるのってなかなか撮影するの、はい、英語で伝えるの難しいなと思って。あ、そうなんです。そんな記憶が。全然大丈夫ですか？寒くないですか？あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。もう朝早くから今日はお越しいただいて。はい、あの、初めて予約したんで。あ、そっか。緊張しました。遅れちゃいけないって。いつもあの、急に。いつも急に来るので。はい、急に来るので、すみません。初、うん、いや、そうです。いや、ゆかちゃんいつ仕事になるかわからなかったので、昨日、はい、あのストーリーかなんかに明日から仕事しますって上がったの見て、あ、そうですそうです。はい、それ見て急いで予約しました。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、そしたらもう予約埋まっててびっくりです。そうなんですよ、久しぶりでちょっとなんか次いつ来られるかもわからないので、はい、ストーリーに載せちゃいました。はい、久しぶりですって。なので貴重な映像です。皆さん目に焼き付けておいてください。はい、目に焼き付けておいてください。ゆかちゃんはそんなにたくさんは見れません。でもあんなにずっとあの2月ぐらいまでは毎日のようにいたのに、はい、そうですよね、なんか変な感じしますよね。1ヶ月空いてレアキャラみたいになっちゃって。そうです、ゆかちゃんイズレアキャラクター。え、レアキャラクターそのままでいいんですか？レアキャラクターで出てます。
希少なキャラクターってやったらレアキャラクターって言います。レアキャラで怒られるな。ファンの人に怒られます。ちょっと真ん中またぐのでガタンで揺れます。せーのでガタンでいきます。はい、いきます。せーの、ガッタン。ガッタンです。私はこれをインディージョーンズって勝手に呼んでます。経験しました、はい。ガッタンがね、結構乗ってみると、はい、だいぶ結構ガタンってしますよね、はい、あれ人力車さっきまでゆったりしてたのにみたいな。今縦動画も撮りながらの非常に忙しい状況です。縦動画ですか？あのですね、あのリールとか、リールとかストーリーとかにも上げたりいろいろするのと、確かに横だけだとダメですもんね、はい、サイズが合わない。あと実はこの最近はですね、はい、立てて撮った時は、はい、この動きを見てほしいので、はい、あの YouTube の中に縦も二分割というかちょっと入れてます。お、じゃあいろんな角度から。あ、そうですね、いろんなゆかちゃんを楽しめる。いろんなゆかちゃんを楽しめるのか。角度が違うだけだけど、まあいろんなみたいな。いいですね、すごい。やっぱりクリエイターさんの方、はい、クリエイターさんってやっぱいろんなアイデアがあるから、はい、すごいですよね。ポンポンポンって。まあ、あの作ってるうちになんとなくやりたくなるんですよ、いろんなことを。私ほんと映像の動画作るのがほんとに苦手で、はい、なんかやろうやろうって思っても、はい、なかなかできないので、すごいすごいなって思います。すごいとか、こう振り返る瞬間が笑顔なんですね。すごいんですよ。前向いてる時も笑顔です。なんかね、だいたい笑顔なんですよ。なんかそういう顔です、多分。そうなんです。なんかいつもニコニコしてるよね。うんうん、そうそう。そうなんです。でもなんか暗い顔で危ないですね。嫌じゃないですか。ああ、まあもちろんね。まあ、日常からこんな感じなんですけど。はい、気づいたら、はい、いつもなんかアホっぽいねって。アホっぽくはないです。言われます。アホっぽくはない。本当ですか、はい、お、あっという間に今戸神社に着きました。着きますよ。もう桜はちょっと、そうですね、そうですね、散っちゃいましたね。昨日も雨とかすごかったです。あ、昨日だからそれ心配で、もう土砂降りしなって。ゆかちゃんラッキーガールですね。私ほんと早女なんですよ、はい、すごいですよ。いつも曇りの日とか、はい、なんか例えばご案内が決まってたりとか、はい、そういう日も曇りだからちょっとご案内予約したけどどうしようみたいなこととかあったんですけど、はい、いつも毎回晴れます。そうなんです。じゃあちょっとガッタンします。ガッタン。あ、ちょっとでも花びらが落ちてますね。はい、失礼しましょう。はい、綺麗です、はい、ありがとうございます。さすが慣れてますね。ちょっと砂利道揺れます。あ、ちょっとだけ桜あたり、本当だ、桜みたいな感じですかね。ヤシ深でいいところですね、はい、今お時間して16分そうです。もう少し取って質問コーナーは、はい、じゃあちょっとバックします。はい、じゃあ一度にミッション出します。いきます。ちょっと待って、大丈夫ですか。はい、いいですよ。はい、いきます。せーの、1、2、3。いや、素晴らしい。この感じはですね、はい、縦で撮れたの嬉しいです。今まで横だったんですね。あの YouTuber ね、横なんですよ。あ、そうかそうか。そうなんです、 YouTuber 横って決まってる。静かですね。静かですね。やっぱりここすごく人気で、やっぱり混むんです、うん、今度から早朝にしよう。それが結構いいかもしれないですね。あ、はい、で、あのミサさん、ミサちゃんとも話したときに、うん、あの朝の方がいいですって言われて、結構朝だと、はい、ゆったり回れるので。そうですよね。あの混んできちゃうじゃないですか、やっぱり夜だとどうしても。皆さん、あの素敵なこういう、うんうん、見たいってことでたくさんの方がいらっしゃるので、そうです、少々お待ちください。いい、
なので、いろんな角度いろんな角度から今日はあのメイクがすごくいいねって褒めてもらえたので。あ、そう、近寄って大丈夫ですか？あのなんかファンの方があまり近寄らないでっていう、はい、あ、本当ですか？僕は近寄った方が可愛さが伝わるんじゃないかな。引きで、はい、いや、あのなんかやっぱり女性に近寄りすぎるのはダメなんじゃないのみたいな、はい、コメントで、コメントもあるんですね。いや、この引きのかっこいい。いろんな、はい、はい、すごい風で、うん、花びらが、ね、ちょっと舞ってます、ちょっと舞ってます、見えるかな、近くに寄ったら見えるだろう。さっきのスケロク夢通りってあの最初の通ったの、はい、はい、あそこ、八重坂なんですよ。あ、どうするしちゃった。ソメイヨシノなんですけど、はい、あそこ春になるとすごくやっぱり本数も多いので。そうなんですね。すっごく綺麗、綺麗です。はい、パート2。はい、ちょっと待ってください。あ、お荷物持ってますよ。あ、大丈夫。あ、でもそう、あ、そこ、はい、映っちゃいますもんね。そうなんです。大体と思います。はい、質問コーナー、質問コーナーです。はい、アンドロメダさんですね。はい、休みの日は日によってなんですけど、ま、っていう方も同じ質問が来ました。はい、あとフィルゴリンさん、はい、どっかの国の言葉で、はい、暑い暑いっていう意味です。暑い暑い。バランスバランス。ダニエル・カルフレンさん、ディズニーランドの仕事を決まったらどのくらい働きたいですか？はい、うーん、セボニさんかな、はい、東京力車で、ヒプノサーフさん、はい、二人三脚について、教えてくださいという。はい、二人三脚はパピー・ジョンさん。はい、家で、は、あ、世界のファンに向けて何かメッセージを。はい、こんにちは、ゆかです。見えるかな、こう。見えます。こういう感じなんですよ。こういう感じで。結構桜はもうちょっと満開の時だと、はいはい、パーってお花が咲くんですけど、はい、ちょっと今葉っぱ葉桜って言って。そうですね。そうです、撮影機。なんかすごい昨日の雨でやっぱり、いや、すごいですね。そうですね。じゃあ少し、ここもなんかあるんですよね。あの猫が、あ、なんだ、水が急に出てきた。これあの音に反応するんです。あ、セミミミミミミって。セミのモノマネしてる。ゆかちゃんらしい。あ、コロハート、ゴアシ。そうですね。2泊2例。ナミちゃんいますかね。いますかね。ナミちゃんいるかな。で、2回お辞儀します。ちょっと今、ナミちゃんっていう、はい、ナギちゃん、ナギくんナミちゃんって言うんですけど。なぎくん、なぎくんとなみちゃんです。こっち。じゃあ一回バイバーイってしてもらえたら。